皆さんこんにちは。現在活躍中であるディッシュの北村匠海さんとビッシュとして活躍されていた千と千尋チッチさん、かねてより匂わせが多く熱愛の噂があります。7月1日に北村匠海さん主演の現在公開中の映画東京リベンジャーズ2血のハロウィン編決戦 PR のため、北村匠海さんと山田裕貴さんが目覚まし土曜日に生出演されました。そこで北村匠海さんと千と千尋チッチさんの共演があったため、ネット民がざわついたようです。そこで今回はその共演時に起こった不自然な行動、また2人の噂や匂わせについて詳しくご紹介していきたいと思います。番組ではバズエンタランキングとして、その週にあった10本のエンタメニュースをカウントダウン形式で紹介しつつ、ワイプでは北村さんと山田さんの顔が抜かれていました。事件が起きたのは2位にランクインした6月29日に開催された東京ドームでのライブ By Show for Never で6人組ガールズグループのフィッシュが解散したというニュースが紹介された時でした。 VTR が流れ、同ライブ中に橋休め敦子さんがコメントするまでは北村さんと山田さんの顔が交互にワイプで抜かれていたのですが、千と千尋チッチさんがコメントし始めた途端、急に MC を務める阿部かや子さんの顔がワイプに出現したのです。さらに千と千尋チッチさんのコメントが終わるや否や、今度はワイプには北村さんが戻るという不自然なカメラワークが展開されたのです。テレビ誌ライターの方はこのように語っています。北村とチッチは双方が匂わせ言動をしていると熱愛が疑われている間柄なだけに、このカメラワークは気になりました。これは北村に忖度したフジテレビ側の配慮だと推測されますが、そもそも北村から阿部へとワイプチェンジするのではなく、最初から山田をワイプで抜いていれば不自然さはなかったのではないかと思います。チッチが映る直前まであえて北村を映してチッチのところでチェンジしたのだとすれば意地悪すぎです。まあさすがにそれはないと思いますが、と語っています。では続いて北村匠海さんとチッチさんの匂わせや結婚についてご紹介していきます。匂わせ1、カレーの番組で良い雰囲気だった。北村匠海さんはカレー好きとして知られています。なんとスパイスから作っているほどのこだわりよう。過去のインタビューでは10年後の夢としてカレー屋さんになるとも言っているほどカレー好きであることがわかります。そしてチッチさんもカレー好きだそうで、カレーをテーマにした番組スパイストラベラーにレギュラー出演しています。そんなカレー好きの2人は2020年10月にスパイストラベラーで共演します。ゲストで来ていた北村匠海さんとレギュラーのチッチさんのやり取りしている雰囲気が良かったと評判になりました。匂わせに地球の絵文字、チッチさんは SNS の投稿でたびたび地球の絵文字を使うことがあります。2020年11月2日にチッチさんがインスタに投稿した文にも地球の絵文字がありました。一方北村匠海さんは絵文字を使うことはほぼほぼありません。しかし2020年11月3日の投稿では北村匠海さんが投稿に地球の絵文字を使用したのです。しかも普段絵文字を使わない人ならなおさら馴染みはないはずです。チッチさんの投稿の翌日に絵文字を使用したので、直前まで一緒にいたのか、それともやり取りをしていたのかと疑惑が生まれました。匂わせ3、飼っている犬の犬種と名前が同じ。北村匠海さんは犬好きで実際に犬を飼っています。犬種はミニチュアシュナウザーで名前はハクというそうです。そしてチッチさんも2019年から2020年頃から犬を飼っています。驚くことにチッチさんの犬種もミニチュアシュナウザーで、さらには名前がハクなんだとか。さらにさらにハクの名前の由来が、2人ともジブリの名作千と千尋の神隠しからだそうです。この偶然に世間からは匂わせではないかと疑いを持ちました。匂わせ4、同じナイキのスウェットを着ている。2人がプライベートで着ているスウェットが胸にナイキのロゴが入ったもので同じであることが分かりました。有名ブランドのスウェットなので偶然である可能性が高いのですが、なんと2人の履いているスニーカーも同じではないかと話題になり、匂わせと言われるように2021年2月9日にチッチさんが
ツイッターで投稿したスニーカー画像と、2021年4月18日に北村匠海さんが TikTok で上げた動画で履いていたスニーカーが、これまたナイキだったのです。このことを知ったファンからは、2人でお揃いのものを買ったのではないかという声が上がりました。匂わせ後、チッチが北村匠海プロデュースのパーカーを着ている。北村匠海さんとチッチさんの交際がより強くなったのは、2021年5月31日にチッチさんがインスタに上げた投稿でした。その投稿ではチッチさんが青っぽいパーカーを着ています、なんてことない画像なのですが、そのパーカーが北村匠海さんの誕生日記念でプロデュースしたパーカーによく似ていたのです。チッチさんの画像にはバックが写っていないので、本当に北村匠海さんがプロデュースしたパーカーであるかどうかは確定できませんが、交際を匂わせしているのではないかと、さらに疑惑を強めた投稿でした。匂わせ6、お互いにインスタをフォローしている。北村匠海さんとチッチさんはお互いのインスタをフォローしています。しかし、それだけでは匂わせとは言えないですよね。友達で片付けられます。北村匠海さんとチッチさんの相互フォローが匂わせだと言われているのは、以下のようなことからでした。北村匠海さんはチッチさん以外のビッシュメンバーをフォローしていない。チッチさんが北村匠海さんの弟である北村大輝さんをフォローしていた。北村兄弟でチッチさんの投稿にいいねをしている。北村匠海さんの弟大輝さんは現在、数々のインフルエンサーたちが所属するグローブという会社に所属しています。北村匠海さんのイケメンすぎる弟として注目され、インスタフォロワー数は1万人以上です。大輝さんがビッシュのファンなら別ですが、兄弟でチッチさんの投稿にいいねをしていると少し疑った目で見てしまいますよね。また前述した匂わせから、さらに熱愛を噂される出来事がありました。それは指輪とキスマークです。まず指輪について調べてみると、北村匠海さんとチッチさんがお揃いの指輪を身につけていると思われるような画像は見つかりませんでした。もしかしたら公の場ではなく、プライベートの場でつけている可能性もあります。もう一つ、キスマークについて調べてみると2021年にありました。詳しく見ていきましょう。2021年5月12日、北村匠海さんが映画東京リベンジャーズのイベントに出席した時のことです。映画について話している彼の首筋を見てみると、キスマークのような黄色あざが見えたとファンの間で話題になりました。イベント登壇した4日前の5月8日はチッチさんの誕生日。誕生日当日ではなくとも前後で一緒に過ごしていたのではないか、またキスマークはチッチさんがつけたのではないかと疑われたのです。あざについて北村匠海さんの方からは何も言っていないので真偽は分かりませんが、これまでの匂わせから熱愛を疑ってしまいますよね。さらには熱愛を確定するような出来事も起こりました。2021年8月16日に北村匠海さんが新型コロナウイルスに感染したことが所属事務所より発表されます。ディッシュの他のメンバーも感染の心配がありましたが、検査を受けたところ陰性だったようです。なので感染ルートはメンバーではなく別にあるとされました。そこで浮上したのがチッチさん。チッチさんも8月7日にコロナ感染していることを所属事務所から発表されていたのです。このことから、おうちデートで一緒にいたために感染したのではないかと熱愛疑惑の声が高まりました。確かにタイミングとしては可能性はありますよね。匂わせや熱愛疑惑が上がると、次に気になるのは結婚するのかどうかです。北村匠海さんとチッチさんの場合はどうなのでしょうか。現在北村匠海さんとチッチさんの熱愛や結婚に関する報道は出ていません。ですので今すぐの結婚はないかと思いますが、可能性はゼロとは言えないでしょう。なぜならチッチさんが北村匠海さんの好きな女性のタイプに当てはまってるからです。北村匠海さんが過去に話していた好きなタイプは、年上女性が好き、趣味が同じ。北村匠海さんは年上の女性が好きなことを公言されています。現に過去にスクープされた女性も年上の方でした。2018年に DJ のリカックスさんとのデートをスクープされています。また2020年7月に5歳年上美人秘書とのお泊まりデートをフライデーされています。チッチさんは北村匠海さんより4歳年上なので、
まさにドンピシャです。共通の趣味であるカメラもありますし、カレー好きでもあります。相性的には良さそうですね。もしかすると電撃結婚もあるかもしれません。いかがでしたか？今回は共演時に起こった不自然な行動、2人の噂や匂わせについて詳しくご紹介していきました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。